坂本龍馬の暗殺事件は近代日本の礎を築く存在でありながら、未だに謎に包まれています。1867年12月10日、彼は京都河原町の大宮の2階で中岡慎太郎と共に何者かによって襲撃され死亡しました。犯人については諸説が存在し、最も有力視されているのは京都見回り組説ですが、この説にも疑問があります。見回り組が任務を遂行した場合、なぜ龍馬と中岡を放置し報告もしなかったのか疑問が残ります。一部の説では見回り組が極秘に暗殺を実行した可能性も提唱されていますが、その理由は不明です。この事件は未だ解明されておらず、多くの謎に包まれており、真相が明らかにされていない点が注目されています。